どうも、皆さんこんにちは、キヨキヨです。いやーもうね、ゆったり行こう。ゆったり行こう。キヨラジということで、超久しぶりじゃないですか、キヨラジ。はい、ということで、まあ私ね、バンジージャンプ、飛んできましたよ。動画概要欄のリンクにバンジージャンプの動画ありますので、ぜひとも皆さんそちらからご確認ください。いや、バンジー、バンジージャンプの動画の中で、私たちは虫を食べますと。いうふうに言っていたんですけれども、その虫の動画もね、近日アップロードされますので、そちらをお楽しみください。まあ、ネタバレになっちゃうので、ね、そうですね、言えないですね。言えないですね。怒られちゃいますね。ケイケさん、なんでネタバレしたんですか？ってね、言われちゃうんでね、言えないんですけれども、はい。あとは、他にもね、実はマカオで、結構撮ったんです。面白い。ここで無駄にハードルをすげえ上げるっていうね。キヨラジですげえハードル上げる。で、その企画じゃないか、その撮影も、また近日アップロードさせていただきますので、なんかすごいてんこ盛りですね。はい。で、皆様、あれ、キヨキヨちょっとなんか、忘れてねみたいに、ちょっと思った方いらっしゃる方いると思います。宝箱27連。私は、ずっとですね。バンジージャンプをかけた戦いにおいて、負けたくない、その一心で、負けたくない、思て、まあ、今回その決断に踏み切ったわけですよ。まあ、そして、バイトということで、やらさせていただいてますが、27年、まあ、もうそろそろでございます。もうそろそろですね、まあ、公開させていただきたいなとは思うんですけれども、どうだ、年内かな。宝箱、スーパー魔法の宝箱27連って、ちなみに、なんかツイッターで計算してくださった方がいたんですけど、10万ぐらいなんですよね、ジャストね。わー待って、いつもね、僕ね、課金するとき、わー、これちょっと吉野家これ2回食えるやんとか言ってるんですよ。10万円って、吉野家1年分ですよ、こんなん。ということでございます。なのでね、その宝箱27連の動画もぜひともお楽しみにしていただければな、というふうに思います。私はですね、10万円分の宝箱を引いたら、もうカードがね、全部レベルマックスになっちゃうんじゃないかぐらいまで思ってるんですよ。私が今めっちゃ使ってるこれゴレスケラデッキですね。で、ここの前のネタデッキ。で、これはクローンラバですね。クローンラバも普通に強い。うん。なんか最近ね、昨日か。まあこんな感じで、まあエレクトロ、ウィザードがこう出てますけれども、昨日ね、カードが4種類追加されるよということで、公式さんからね、特別に情報をいただきまして、皆様に公開させていただきましたが、結構カード出ますね。今、2週間おきにカードがリリースされるってことで、まあもちろんこのさっきのクローンの呪文とかはなんかもね、2週間おきに出たカードですし、メガガーゴイルも確かそういうカードですよね。前まではですよ。なんかこう、オーブンっていうカードが追加されます。オーブン、そして、なんだっけ、オーブン、オーブン、スパーキー、ファイヤースピリットが追加されますみたいな、そういう感じで一気に来てたんですよ。一気に来てた。で、一気に来てたからこそ、じゃあ今回そんな3枚もカード追加されたなら、引くよみたいなことをしてたんですよね。みたいなことをしてたんですよ。で、まあしかしまあ今回2週間に1回このカードが出るってことで、まあ宝箱を引く必要はなんか、どうなんだろうなっていうふうに思いましたね。まあ確実にウルトラレアとかが、多分今回のエレクトロウィザード、ウルトラレアなんですよ。なんで一回例えばスーパーマホコの宝箱を引いちゃうとかでも全然ありだと思うんですけど、なんか昔よりこの、クラシックチャレンジ、まあ0勝2敗ですけど、っていうのを、クラシックチャレンジとかグランドチャレンジをこう、勝ちまくってた方がいいのかなとは思いますよね。エメラルド効率的には。しかしね、グランドチャレンジマジで勝てない。クラシックチャレンジでももうまさかこんな成績ですから、グランドチャレンジ、100円かかるわけですよ、1回。でね、4勝以上するとお得らしいんですね。グランドチャレンジで4勝したらお得。3勝するとちょっと100円にしてはちょっと少ないカード数っていうところで、4勝を目指して私やってるんですけど、まあ勝てないわ。
あの、なんでんしょうね、こうクラシックチャレンジとか、マルチとかとも違うんですよ。多分ですよ。マルチの方が勝てるんですよ。私ね、言うてもですよ。言うても4123。マルチの方が勝てるってことは、キヨキヨカードレベルが高いだけだろ。ってね、こう突っ込まれそうなんですけれども、そうです。そうですね。単純にそうですね。で、プラス、あと僕の仮説があるんですよ。キヨキヨ理論。キヨキヨ理論からすると、まあ、マルチ？まあ別に、まあ、勝たないとダメだけど、まあ、ゆったりやろうよ。って感じなんですよ。しかし、グランドチャレンジともなると、やっぱね、お金かかってるわけですよ。だって、競馬してる人が、僕競馬全然わかんないんですけど、競馬してる人が、まあ外れてもいいしって見るとこあんまないと思うんですよね。やっぱりお金かかってると人ガチになるじゃないですか。だからね、グランドチャレンジは勝てない。皆様、コメント欄でぜひともね、グランドチャレンジ、勝てるデッキやったら教えてください。もう、無理無理これが一番強い気はしてるんですけどね。まあ。なんか無駄に今日めっちゃ喋ったな。そんな喋ってないか。まあ、ということでね。私がバンジージャンプをやってまいりまして、男になりましたね。私もついに、ついにって、なんか昔は女だったみたいな、ついにね男になりましたので、宝箱27連の方も、もうこれもある意味男になるんじゃないかなみたいないう風には思ってます。ということで、皆様はぜひとも今後のキヨキヨの活動に注目していただければなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。